皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学文字式の4回目、今回は代入と式の値についてお話しします。文字式の文字、この文字に数字を当てはめること、これを代入と言います。そして代入して計算した結果、計算した答えですね、これを式の値、このように読みます。では例を使ってもっと詳しく説明します。例では x イコール5の時、 6x 足す2の式の値を求めましょうと。つまりこの 6x の x の部分、この x を5に変えるんですけど、このまま6の隣に5を書いて65とするってことじゃないんですよね。この式の値を求めるとき代入します。その代入するときに省略されていたかける、この記号が出てきます。ですから 6x 足す2というのは、 6x というのは 6×x のことでしたから、 6×x 足す2と、この状態で x を5という数字に置き換えるということです。つまり 6×5 になりますよね。足す2、6×5=30 ですから、30足す2を計算して32、これがこの式の値ということになります。ではあと2問、練習問題で確認しておきましょう。1、x イコールマイナス2の時の 3x プラス5の式の値、これを求めます。 3x 足す5、これは 3×x 足す5のことですよね。でここの x の部分をマイナス2にするので、 3×-2 足す5、これはマイナス6足す5となるので、式の値はマイナス1と、これが式の値ということです。2番に行きます。 a イコール3、 b イコールマイナス4の時、 2a-3b の式の値、これを求めます。 2a-3b、この数字と文字の間にはかけるが入っているので、 2×a-3×b とこうなりますよね。そして、ね、この a3 に変えて b-4 に変えるということですから、 2×3×-4 と、6×-12 と、こう足し算に変えますよね。と6+12となります。6+12ですね。ですからちょっと下に行くと書けないので後ろに行きますけれど、18というのが2番の式の値、このようになるわけです。で文字式の文字を数字に置き換えること、これを代入といって、そして代入して計算した答え、これを式の値というんですね。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。